ペダル。ペダルとは、足によって操作する部品、気候の総称である。多くの場合、足で踏むことによって、機能を発生させる。一般に手に比べて、足は操作性の点で劣るものの、大きな力をかけることができる点で優れている。また、手を別の作業に使用している時でも、手で行っていることと違う操作を行うことができ。英語のは、ラテン語。 足に由来する一般的な自動車の運転にあっては手が主として操ダを担当するため足でペダルを踏むことによって速度を調節するマニュアルトランスミッション車の場合はアクセルフットブレーキクラッチの3つを備えておりこれらをそれぞれの頭文字を取って ABC ペダルと呼ぶこともあるオートマチックトランスミッション車の場合はクラッチを除く2つのペダルを得ているものが多い パーキングブレーキの操作用として、ハンドブレーキレバーの代わりにペダルを備えているものもある。オートバイにあっては、ペダル操作によって、ギアチェンジを行う。多くの車種は、車体の左にギアチェンジペダルがあり、左足で操作する。左ハンドルにクラッチレバーがある車種では、後輪ブレーキ用のペダルを、車体右側に装備しており、右足で操作する。自転車にあっては、 足によって動力を起こすため、ペダルがその動力を伝える道具となる。多くの場合、前後に回転するペダルを180度の角度で2個、備え、回転庫の全部を押し下げることで動力を伝える。稀に回転庫の後部を押し下げることでブレーキをかけるものがある。自転車と同様である。観光地に多いスワンボートもペダルボートの一種。航空機のペダルは、右足用。 左足用にそれぞれ一つずつあり、方向打を操作するために用いられ、方向打をラダーと呼ぶことから、ラダーペダルという。飛行中は両足をそれぞれのペダルに常時乗せたまま操縦を行う。左右のペダルは操縦石油仮面を水平に稼働するものが多い。また左右のペダルは機械的に連結されており、右ペダルを踏み込めば、左ペダルが手前に同量移動し、 左ペダルを踏み込んだ場合は、右ペダルが手前に同量移動する。右ペダルを踏み込んだ場合、航空機の進行方向に対して機種が右を向く。ペダルの操作量は、方向打の変革量となり、機種の変異速度になって現れ、大きく踏み込むと機種は早く変異する。後着装置にブレーキを持つ機種では、ブレーキ操作を兼ねている。ペダルの下端、かかとの位置にヒンジを持ち、 ペダル上端、つま先部分を奥へ倒し込めるようになっており、地上移動の際のブレーキ操作が行える。右ペダルは右手輪のブレーキに、左ペダルは左手輪のブレーキにつながっており、ブレーキ操作に関しては左右ペダルの機械的な連結はされていない。人力飛行機においては、自転車と同様のペダル機構を用い、脚力を動力源とすることが多い。 その場合のペダルは、方向打操作を担わず、別途手動機構にて、方向打操作を行うほか、機体によっては、方向打そのものが省略される。鉄道車両の運転台において、ペダルは主に軽敵を鳴らす操作に用いられる。PCC カーのように運転操作に用いるものもある。楽器にあっては、特に大型楽器において、足で操作するペダルを備えるものがある。 ピアノは2個ないし3個のペダルを備える。第一のペダルは超音ペダルであり、右に置かれる。このペダルを踏むことによって音を消すことを妨げ、鍵盤を離しても音が続く。第二のペダルは弱音ペダルであり、左に置かれる。グランドピアノにあっては弦を打つ位置をずらすことにより、アップライトピアノにあっては弦を叩く距離を短くすることによって弱い音を出す。 第三の中央のペダルは置かれないことも多い。グランドピアノでは、ソステヌートペダルと呼ばれ、踏んだ時に押していた鍵盤の音だけが長く、引き伸ばされる特殊な機能を備える。アップライトピアノでは、夜間練習などに用いられる消音ペダルである。弦を打つハンマーと弦の間にフェルトを挟み、極めて小さい音を出すようにする。なお、チェレスタもピアノの超音ペダルに相当するペダルを、 備える。鍵盤打楽器のうち、ビブラフォンなど、音盤に金属を使っているために、音の持続時間の長いものでは、音を消すための装置を備える。これらではペダルを備えて、この消音装置を操作する。すなわち、ピアノの超音ペダル同様、ペダルを踏むと、消音装置が外れ、音を持続させることができるようになる。オルガニアっては、手鍵盤と同様の鍵盤が、 ペダル鍵盤、足鍵盤として備えられる。足のつま先とかかとで踏む。このため、手鍵盤よりも、はるかに横幅が大きい。また、電子オルガンなどでは、音量を変化させるためのペダルを備える。リードオルガンでは、足鍵盤は省かれ、送風のためのペダルを備える。エレクトーにあっては、一内誌にオクターブの低音に、それぞれ対応する数分のフットペダルが存在する。 これは、国権部分を含む、キーボード、特にシンセサイザーでは、ピアノの超音ペダルの代用、MIDI メッセージ、プログラムチェンジなどに使用される、スイッチタイプのペダル、音量やエクスプレッションのコントロールに使用される、踏み込むタイプのペダルの2つがよく使用される。各機種の備える、コネクタ数によるが、奏者の好みや必要に応じて任意に追加することが、出る。また、 大抵の機種ではペダルに好きな機能を割り当てることができる。エレクトーンのような足鍵盤もミディコネクタを介して接続することも可能ではあるが、現行製品が極端に少ないことや、立層が主流であることもあって、あまり使用されない。現代標準的に使われるダブルアクションペダルハープにあっては、オクターブあたり7本ある弦の音を半音単位で変化させるのに、 7本のペダルが用いられる。ペダルは左側に3本、右側に4本置かれ、それぞれ B、C、D および E、K、G、A の弦を担当する。それぞれのペダルは上、中、下の3段に止めることができ、上の段では各音のフラット、音が中段では、ナチュラル音が下段では、シャープ、音が出るようになっている。ティンパニのペダルは、 音程の変化のために用いられる。現在使われているティンパニの多くに装備されている。このペダルの機能を利用してクリスサンドを要求している楽曲もある。ドラムセットの場合は足元に置かれるバスドラムを鳴らすためのペダルを右足にハイハットシンバルの開閉を操作するペダルを左足に配置することが多い。エレキギターの演奏の際にはペダル式のエフェクター、 をを用いい。て、極間極中で音色を変化ささせる。る複数のエフェクターが設置されることも多いかつては、ミシンはペダルを動力とした足踏み式ミシンが広く使われており、踏む速度でミシンの進む速度も制御していた。動力が電動に変わってからも、速度制御用のペダルが本体とは別に置かれ、足、または手で進み、具合を制御する。 フットスイッチとも呼ばれる。足で踏むことによってあらかじめ設定された様々な機能をコンピュータ上で実行させる入力機器の総称。マウスのクリックやドラッグなど種子を使った操作が困難な状況での代替や複雑なキーボード入力の操作性向上のために使用される。また主にバリアフリーの目的でポインティングも含めたマウス操作の代替に特化した。 製品は、と呼ばれる場合もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。